やつらしい伝言じゃおい。捕まえろ。はい。すごいですね。上手くなってますね。本当上手くなったね。本当すごい。でもガーマドンあんまり強く言うとなんか意識してるのが分かっちゃうから。お前の兄弟ブラックガーマドンからの伝言を聞きたいか。うん、いい感じじゃないですか。じゃあ本番行きましょう。はい、イチャーゴー。うりゃ。お前の兄弟ブラックガーマドンからの伝言を聞きたいか。なら聞こう。なんじゃと。バカ、カバ、マヌケヅラ、お前のおケツは超でかくて超臭いとのことだ。あやつらしい伝言じゃおい。捕まえろ。はい、ありがとうございます。深いところまでできてて、うんうん、のはずですね、見たんですけど。声とかそのキャラクターの表情とかもちゃんと考えてやってて、すごいなと思って。お疲れにならないよね。何回も何回も撮り直してたね。あの考えセリフね。ここがその役者さんとかが来てその収録するブースっていう場所になります。で 今はその一人ずつあの声を取っているので、こういう風に一人用にマイクがセッティングしてあるんだけど、うん、いつもだとあの向こうにマイクがまた置いてあると思うんだけど、4本マイクが立っていて、で、まあ、よくあるのがこういう劇場以外のなんていうんだ、海外ドラマ、ドラマがあるんだけど、ドラマの吹き替えの収録声を取りますっていう時はもう役者さん声優さんがもうずらーっと20人ぐらい。お座ってて、で本当にみんなでそう20人バーって座ってるんだ。で頭から頭っていうのはそのドラマの始めの部分から流して、もう本当にみんなでドラマを見るような感じでドラマがずっと流れている時にみんながこうやってマイクの前に立って喋る、リアルタイムで実際の映像を見ながら喋って当てていくっていうのが通常の吹き替えのやり方なんだよね。ずっと喋ってると大変だから、5分ごととか10分ごととかなんかちょうどいいところでこう止めて、で、あ、間違えちゃったっていうところとかは後で撮り直したり、そういうのをやってます。まあ、マイクもいろいろ種類があって、うちではこのノイマンっていうところのマイクを使ってます。まあ、だいたいこういう吹き替えとかそういう声を取る仕事のところではもう絶対置いてあるような、あの音楽スタジオとかでもだいたいボーカルを取るときはこのマイクで収録しているっていう。すごくいいマイクですね。ちょっとそうですね、はい、ちょっと高いそうなの、デリケートなので終わった後はちゃんと取り外して、その防湿庫っていって湿気を取り除く保管する箱があって、そこに入れて保管してます。ちょっとデリケート。で、その分すごくいい音で音が取れるようなマイクで収録してます。で、マイクがこうつながってると思うんだけど、このつながってるこのラインが、まあ我々はラインっていうんだけど、このラインが向こうの部屋まで行ってて、そう、このね、床を張ってるんだよね。張ってるって床の下を通って向こうまでケーブルが行ってて、まあ、こういった開いちゃう、ちょっと汚いごめん。まあこんな感じで、そうなんです、そうなんです。いっぱいラインが入ってて、これが全部あの工事の時にこう下全部として全部向こうに送って、そう、意外と大変なんですよ。役者さんが喋る時に、うちはこういうレシーバーっていうものを使って、向こうからあの映画本編、要は英語の声をこの耳に出して、役者さんもその音を聞きながら絵を見ながら合わせていくと、要は自分の担当してるキャラクターの声がここから聞こえるので、それに合わせてこう喋ると、台本にまあ翻訳したセリフが書いてあるから英語を聞きながらその翻訳されてるセリフを喋るとっていうのがあのアフレコのやり方、その吹き替えの中のアフレコのやり方。アニメとかはしないんだけどね、こういうのは、うんうん、日本のアニメあそこ聞く必要がガイドがないので、そうなんです、うん、だから独特、吹き替えの人たちは絶対まあこういうのをしている、
台本には日本語だけ書いてあるんですか？基本的にそうですね、はい、なるほど。英語と並べてあるわけではない、バッチではないですね。なのでみんなじゃあタイミングを取るとき、あ、自分の番だって分かるのはここに出てる数字、時間を台本に書いてて、なるほど、ここに台本に書いてある数字と、まあ、絵に出てる数字が同じタイミングでみんな出ようとする、うんうんうん、で、まあ、役者さんの向こうの役者さんの演技とかタイミングとかも分かるためにこれで聞いているっていう。だから見るところがいっぱいなんですね。数字も見なきゃいけないし、あの向こうで動いてる実際の絵も見ないといけないし、で音も聞かないといけないし、あとはまあ自分で持ってきたあのイヤホンを挿してやって、それでも片方はやっぱ外してやってたりするので、はいはい、マイヤホン持本持参の方も、まあやっぱり耳の形に合うっていうのがあるとは思うので、はい、そういう場合もありますね。はい、布かぶせてあるのはやっぱり音がしないとか、あ、これはまあ反射ですね、もう単純に、あ、ここに声が反射すると、そうですね、前向いて喋っててもやっぱりこれよく拾うのでマイクが、うんうんうん、ここに反響した響き、なんか響いた声で取れちゃったなって、はいはい、なってしまうので、まあ、うちはですけど、うん、こうやってまあちょっと防音するようにして、そうなんだ、まあ、下のこういう生地とかもそうですよ ね、 そうですね、壁とかもそうですし、そうですね、板だったらまた違う音になる、ね、全然逆にあのオーケストラとかやっぱ逆に響かせて取るようなスタジオ、はい、音楽スタジオさんとかはこうじゃないですけど、うんうん、そういう違いはありますね、確かに。ゆうくん、これわかる？わかんない。これなんでしょう？これポップガードって言いまして、まあいろんな言い方があるんですよ、はい、まあ通称ポップガードって言いまして、あの喋ってると手当てるとわかると思うんだけど、息が出るじゃん、喋ってる時って、うんうん、その息がマイクに直接かかっちゃうと、これ音聞いてみないとわかんないと思うんだけど、なんかボフッって音さ、要は風の音がするんだよね。で、喋ってる声にその風の音がボフって乗っちゃうと、何言ってるのか分かんなくなっちゃうから、これを通すと風を軽減して声だけまあちゃんと拾えるようにしている。演技で息の演技っていうのがあって、例えばふーってため息ついたりとか、そういうのも取らないといけないんだけど、それをこの思い切りマイクにふーってやるとボフボフボフって言っちゃうからまあそういう時に軽減するためにもこういうのがあったりしてます。なるほど。飲み物代ってあるんですね。まあこれも多分スタジオさんによっていろいろなんですけど、まあうちはまあいろいろあの勝手にいろいろできるように、うん、はいはいはい、やっぱり物を置くのが地べたになってしまうのもあれですし、そうですよね、役者さんによってこの高さ調整とか、あ、はい、大丈夫ですか？もう高い人はこうしゃがんで、あ、全然お子さん用にもできるんですか？全然それこそこうやって下げて、そうほらあったね。それって一人ずつなんか調整されるんですか、自分で？あの、いっぱい人が入るときは、うん、あ、役者さんは触らないです。ああ、なるほど。で、いっぱい人が入るときとかは僕らでこの4本をそれぞれなんとなく高さをちょっと調整して、うん、これだったらまあ全員同じいい感じの高さで入れるかなっていう高さにして撮ってます。じゃあ GO！ そうそうそう、分かったかい？うん、OK。 さっき言ったマイクでこうやって下張っていっぱい、はい、いろいろ来てるよって言ったのが、まあ、ここに来てる。なんか気持ち悪い。ちょっと気持ち悪い。見た目は気持ち悪いね。本当に本当にいろいろ、いろんな、もうね、説明してるとね、それこそね、2日間ぐらいかかるから。だから向こうで喋った音がそのラインを通ってここに来てる。それ電気信号になってここに入ってる。で、でな。で、それをまあ調整したり、ちょっとね、触れないんだけど、そうそうそう、またもやけに、そう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 、それを大きくしたり小さくしたりっていうところがあって、で、さらにそのじゃあ大きくしたり小さくしたのをここに送ってるんだよね。で、ここに送るとあの目で見えるようになる。喋るとどうなるのか。あ、すいません先輩。お、チェックでーす、チェックでーす。いかがでしょうか、チェックでーす。え、あ、あ、あ、いいっすね、うん、ほら、あそこピコピコ動いてるでしょ。チェックチェックチェック、ありがとうございます、大丈夫ですっていうのが、こっちの声がしかも向こうに聞こえてたり、こういうトークバックって言うんだけど、このボタンを押してる間こっちの声が向こうに聞こえてて、なんと監督とか
か、いやここの演技もうちょっとこうしてほしいんだよとかいうのは、そうこれを押してる間聞こえて、だからは殺しなかったら何言ってもいいみたいなまあそんなことはないんですけど、まあそういうコミュニケーションお互い取るためのツール、フェーダーっていうんだけど、これね触って大丈夫、いいよ触って、いいよいいよ大丈夫大丈夫、いけるいける大丈夫それがフェーダーって言って、あの音楽でも音楽業界でもこういう私たちみたいなアフレコの吹き替え業界でも絶対音楽音を扱うところには絶対あるもので、これでちっちゃくしたり大きくしたりとか、ほら向こうの音が聞こえシャーって、そうそう、これエアノイズっていうんだけど、こういう向こうの空気の音まで聞こえちゃう、そう本当いいマイクだからね。あとすごい大きい音で撮ってるから、人間がその普通聞いてる音よりも大きい音で撮ってるからよく聞こえるんだ。だからちょっとお腹が鳴ったとかああいう音でも聞こえちゃう実は、うん、それがね拾えちゃう。そうそう、これはこれフェーダー。くしゃみとかだったらちょっとやばいよ、ね、くしゃみだったらもうピッて下げる。もうだからよく見てるんだ僕らは。あ、役者さんがなんか咳しそうだなとかそうそうってなったら下げるし、気づかない時は出ちゃうけどね、そのまま。このフェーダーっていうのでこう音量の調節をして、 Mac で基本的に操作を実はやってる。 Windows でもできるんだけど、結構ねあの Mac でやってる人たちが世界的にも多い。でこのここに書いてあるけど、この Pro Tools っていうソフトがあるんだけど、それがこういう画面に、そうそう、だから今はそのデータになってる、全部音も絵もデータ、うん、だから目に見える状態で全部あるっていう。逆にテープメディアとか全然知らないですね。あ、うん、そうですよね昔はね、そう、なんかね、うん、もっとなんかカセットとかだったんだってすごい昔だね。だから今は映像も音も全部こういうソフトウェアの中で出したりとか、あと再生したりとか編集したりとか、うん、そういうの全部。だから昔はさっき向こうで言ったみたいに、その撮り直す、間違えたからここ撮り直しますっていうのがすごい大変だった、うんうん、けど今はもうすぐポン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 出せちゃう。はいここはいここはいここってデータでポンポン出せちゃうから、あの一言を一つのデータにしてるってことで、うん、あ、まじそんな感じ、感覚で言うと、そう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 、一つのファイルになる。で間違ってるデータを、うん、消してもう一回出直すとか、まあ、残しちゃうか、残してもう一回追加でデータを作るみたいな、うん、そうそうそういう感じ、そういう感じで、もしかしたらその間違えてたやつがいいっていう時があったら、すぐこうやってデータだがピョッてやって前の来てるみたいな感じにもできちゃう。マイクごとに1トラック使ってる感じ、まあ、様々なんですけど、それそういう時もあります、うん、基本的には、まあ、4本マイクで撮ってたら1本のデータにして、うんまあ、収録自体を進めるっていうこともありますし、まあ、なので何て言うんですかね、ライン的にはその音の情報としては4本分来ているという状態ですね。でそれを1本にまとめて撮った方が楽なのか楽じゃないのかで、それで決めていく。完成したデータはもうそのままネットで飛ばしたりするんですか、納品っていうか。納品は、まああのまあ、後日まあ作業を行って、うん、でデータを作って、まあ、よくあるのは、まあ、海外とやり取りする場合ではその海外とやり取りしている専用のサーバーを通してアップロードして納品するとか、はい、まあ、昔だと DVD に焼いて、データ DVD に焼いて、もう船で輸送とか、うん、なんかいろいろさまざまな時間かかりますね、ええ、とかとか、まあ、最近はやっぱりそのアップロードして向こうに受け取ってもらうとか、そんなことが、うんうん、だいぶそこら辺も早くなってますね。そうですね、うん、早いゆえに素材が届くのがギリギリになったりとか、まあいろんなゆえに結局いろんなところ余裕あるじゃんみたいな感じあとすぐ取れるでしょみたいな感じで、はいはい、あの実はここのセリフ欲しいんだけどって海外から言われて、うんうん、こっちがわーってこのデータなんだけどみたいな、そういうこともありつつ楽になるとは限らないみたいな。そうですね、まあ、やれることは増えたかなっていう、はいはい、感じです。なるほど。ゆうくんなんか見てみて質問とかありますか。
これとか気になってます。これ？これって何？あ、これ、これはあのこれはね、あのこ今の作業には実は関係ないんだけど、あのね、今でもそのカセットテープって見たことあるありますかね？ビデオテープとか、なんかわかる？なんとなく。どっかで見たもんね。テープって。うん。テレビで見たぐらいだね。っていうものが実はまだこの業界ではまだ全然使ってまして、そのテープのデッキをコントロールするコントローラーなんだ。じゃコントローラー。どこにあるんです。あ、あの奥の部屋にそのマシンルームって言って、そういうデッキとかこの Mac の本体も実は向こうにあるんですけど、そこにあるものを操作するためのコントローラー。だからこれもまた下床バーって繋がって操作できるようになってるっていう。いちいちね、その別の部屋にあるテープ触ってこっち戻ってきてとかできないから、そうそうそう、コントローラーである。これはいわゆる、これはこれのコントローラーだし、これはデッキのコントローラーだし。デッキでどっかで聞いたことある。本当に？デュエマのデッキか。デュエマのデッキとは違うよ。あ、それ違いますね。それカードっすね。名前だけど。ええ、言葉は一緒です。テープを使うこともまだあるってことですか？ありますね、はい。なるほど。なんか、じゃあ最後。なんかありすぎてね、わかりづらい。個人的にはこういうミキサーさんになるためにはどう、深い、深い。こういう仕事をやりたかったら。まあ、こういう仕事をやりたかったら、そういう、あ、そういうなんか今専門学校とかもあるから、うんうん、そういうところに行くのも手かもしれないですね。僕とかそういうタイプだったので、うん、なんか音とかの専門学校というかその技術的な、そうですね、はいはい、特に今増えてきてるので、うんうん、そちらに行けば可能性はあるのかなって感じです。なるほど、はい、ってください。あ、こちらこそごめんね、駆け足で。